君の仕事の帰り道たまたま出会って二人並んでそわっと各駅停車あと5分このままでいたい帰り道少しだけ恋人でいたい帰り道さありがとう君に伝えたい幸せありがとう叶うことのない片思い君が幸せの帰り道たまたま出会って二人並んで座った各駅停車あと5分このままでいたい帰り道少し歌詞を聴いていただいたかと思うんですが、実話を元にね、作って、会社の女の子が好きでずっと片思いしたんですけど、デートしてもらえなくて、たまたま駅でね、お会いしたんです。そしたら向こうもね、やっぱり無視するわけにいかない、僕好きだって知ってたんですけど、じゃあ一緒に帰ろうって言って30分ぐらい各駅停車に乗って、もうほんと10代のピュアな心で35、6のおっさんが作りました。で、次もあるね、女性、やっぱりね、恋愛とかそういうものってね、歌になりやすい。今から歌う歌もある女性にすごく落ち込んでる女の人がいて、その人に向けて頑張って元気になって幸せになろうって、幸せになるために生まれてきたんだよっていう思いを込めて作った歌です。幸せになるために、聴いてください。君が嵐人
れたね。君が生まれてくるこのお前に神様と約束をした。辛いことが多いかもしれないけれど我慢なるために。ありがとうございました。幸せになるためにという感じでした。ありがとうございました。